ね、まずもう58分になりましたので、ライブを開始します。はい、おっしゃ、始まる。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。はい、どうもー、クーター進化です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ついに始まりました。始まったね。我々の冠番組といいますか、始まったよ。クーター進化の集まり、ワッター進化。わー、ついにこの日が来たね。始まりの日が。どんなラジオにしたいかなみたいなのあります？そうだね、納豆になりたいなと思ってるわけさ。どういうこと？納豆になりたい。いやいや、お前分かるだろ。全然分からんよ。意味分からんばよ。初っ端から何言ってるばよ。はしゃ、納豆みたいに粘り強く頑張っていこうねってことだろや。お前天才かよ。分かるだろ。なるほどな、そういうことか。二十歳だよ、もうそろそろ。そうだね、分かるだろ、うん、あ、であとさ、他にもあるば。俺なんかに今足りないのは、うん、サーターアンダギーっぽさだと思うわけだから。分からんよや。何言ってるばお前、さっきから食べ物で。お前これ分からずしてラジオ始めようとしてんの、うん、ふざけるな。どういうことだばよ。だから、うん、サーターアンダギーは沖縄のみんなから愛されてるだろ、うん、俺なんかも沖縄のみんなから愛されるお笑い芸人になって、沖縄のみんなから愛されるラジオ番組を作っていこうねってことだろうや。お前天才かよ。わかるだろや。お前すごいな、お前マジで。あ、でもよ、うん、俺納豆苦手だわけよ。もういいよ。クーター進化の集まれワッター進化。はい、始まりました。クーター進化の集まるワッター進化。はい、始まりましたね、ついに。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、初めてですよ、ラジオなんて。初めまして、皆さん。マジで、演芸集団 FEC っていうお笑い事務所のお笑い芸人、はい、クーター進化と申します。よろしくお願いします。自己紹介から。自己紹介しますか。しましょうか。僕がですね、クーター進化の顔が濃い方、山城湊と申します。で、僕がですね、あのクーター進化の顔が濃い方、うん、荒垣勝利です。よろしくお願いします。どっちも顔が濃いんですよね。そうなんですよね。あのだからクーター進化、あの僕たちね、うん、コンビ組んでまだ3ヶ月なんですよ。そうなんですよ、勝利と僕、うん、まあ、中学校から一緒なんですけど、ね、そうだよね、まあ、中学校からの友達ではあるけど、うんうんうん、やっぱり息は全然合わないので、そこら辺はちょっとご了承いただきたいなと。そう思っていただきながら聞いていただければね、はい、と思います。お願いいたします。まあ、記念すべき1回目の放送。そうだよね、だから、はい、今日月曜日、うん、FEC チューンドっていう番組が始まるんですよね。そう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 。あのこの時間帯、うん、月曜日から金曜日の11時から、夜の11時から12時までの1時間、うん、月曜日が我々、クーター進化を、ね、が担当しました。はいはいはい。
芸人各そうだね各曜日で芸人が変わるんだよねラジオやっていただく5組かじゃあ5組月曜日が金曜日だからはいちょっとだけ紹介しますかそうですね火曜日が明日火曜日が大平スタイル大平スタイルっていうコンビで水曜日がゴールドリードゴールドリードっていうコンビで木曜日がきんぴらごぼうっていうコンビで、ねうん、で金曜日があ木曜日がきんぴらごぼう木曜日が金曜日が KY デンジャラスということでねそうなんですよね、うん、このだから僕たち今聞いてますよっていう方あのぜひともね月曜日から金曜日この時間帯は聞いてほしいですねそうですね本当にいやもういい番組にあの全体でね FEC チューン道としてね、うん、面白い番組作っていこうと思ってますのでそうですねよろしくお願いします12時までってことは FEC チューン道で日またぐってことだからそうだよねだからこれはいいことだと思いますいいことだと思いますので頑張ってやっていきたいと思うんでね、はい、まあ月曜日僕たちあのクーター進化のワッター進化、うんっていう番組でやりますけどコーナーがねそうだよねコーナーいろんなコーナーをやったりします自分たちで好き勝手に、うん、やっていきますのでコーナーやっていきたいと思いますそうですねあのこんなこと言ったらダメなのかもしれないですけど、うん、あの自己満足でやりますので僕たちあの聞いてる方々を楽しませるっていう気はあんまりないですあるよあるあるあるはい、みんなに楽しんでいただきたいなって思って作ってますよ。あの楽しんでやりますのであこいつら楽しんでるなって思って楽しんでくれたらありがたいですのでねそうですよ本当によろしくお願いします、 本当にねで、まあ、メッセージも、うん、あの募集してますので本当に、ね、あの勝利、はいはい、メッセージがさ、うん、なんと1通来てるんですもう来てるのありがたいことにえもう来てるんですか紹介しましょうすごいねラジオネーム、うん、愛知県のユーミーさん愛知県のユーミーさん、こんばんは港さん勝利さん皆さんハイタイハイサイハイサイたまに FEC お笑い劇場へ行って笑ってる愛知県のユーミーですゆたしくですゆたしくですお嬉しい嬉しいですね愛知県の南の果てに住んでいるんですが今日は死に暑かったああ沖縄じゃないけど沖縄な気分です愛知県からそうだね愛知から送ってくださってますよ、ありがたい、うん、いやでも沖縄も死に暑いから沖縄も暑いですよあの俺たちバイク乗りさうんうんうんバイク乗りって言い方はお前原付きだけど俺なんかライダーお前原付きだけど、まあ、僕らライダーからしたらやっぱりあの太陽はねやっぱり日が差してきますのでね一応今日雨降ってたさ、うん、地面から湯気立ってたからあマジな、うん、あの陽炎とかすごいよね本当にね、うん、あそうだほらツイッターも、うん今ほらこのあそうだよ何大事なことツイキャスで、うん、これ動画でも見れるんですよあそうなんですよ今動画でやってるんですよラジオでも聞けますし、うん、動画でもねすごいです見れるんですよあのこのカメラがあるじゃないこれ、うん、こっちのカメラからねえ見れます指さしてます俺何言ってるの見てる人たち何言ってんの本当に閲覧してる聞いてる人はわからないからねえ今指さしてますよ俺13人見てくださってます13人はね多いすごい多いな嬉しいゼロだと思ったもんゼロの方が一応ちょっとやりやすいではあるありがたいですあお指見えるそうそうそうあのツイートもね、うん、確認できますのでコメントもしていただけるっていうと、はい、番組に関する、うん、こうツイートだったりとか、はい、やっていただけるとありがたいです、はい、ハッシュタグ、うん、ワッターシンカーで、うん、ツイートしていただけるとツイッターでもね、うん、見れるので見れますので、まあ、メッセージも、お読みいたしますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますいややっぱり簡単には緊張は解けないまだまだ緊張してるねこんだけいっぱい喋ったけどガチガチだね緊張は解けないやっぱりもう今のところ出たボケ原付きだけだからボケではないよボケではないだろ原付きってボケでしょいや原付きいいよ原付きはお前はね、小型バイクですけど小型バイクで乗ってますけど、ね、待っとけお前バイクの話で盛り上げられる自信ないよ言うなオープニングトークだよ自信持っていきましょうよ自信は持っていきますよはいはい、はい、そうだよね、うん、今ゆあぴっぴさんがツイートしてくれてるんですけど、はい、1時間頑張ってってそうですよ1時間はい開始今7分で相当苦戦しておりますかじゃあ俺らさ、うん中学校から友達やってきてるけどさ、うん、ぶっ続けて1時間喋ったことないんじゃないしいやなんならあんまり言いたくないけどそんな仲良くはなかった言うな、うん、言うなクラスも一緒になったことなりはしたけど仲良かったでしょ普段一緒にいるわけでもなかったちょっと修学旅行同じ班だったしでもや内部分裂したやろうどん食うかラーメン食うかでうどん食うかラーメン食うかで死に喧嘩万内喧嘩なったやし喧嘩なったなあれで結局餃子の王将行ったやし結局餃子だよ
でラーメンめっちゃ推してた。お前があんかけチャーハンしか食べない。あんかけチャーハンしか食べなかったよお前。ラーメン知り、知り食べたか。京都ってラーメン有名なのに、うんうんうん、みんな、なんでうどんよって話でしょ。まあまあね、うん、うん、うどんでも、うどんでもよかったけどね。うどん、ね、全然あんな喧嘩するぐらいだったら。あーね、あー本当にあんなくだらないことで、まだまだ若い時だったんでね、僕らが。本当に。ね、今、19歳ですけど、うん。はいはいはい。14ですか、あの時は。それぶつかるよな。いつでもいいよ。それぶつかるよ。別にいつでもいいから。うん。じゃあもうやっていきましょう。はいはい、そうですね、今オープニングでトークしてますけど、うん、コーナーをですね、はいはい、3つほどやります。おやります。まず最初にやるコーナーがですね、うん、なりきりゲスト。なりきりゲスト。で、その次にやるコーナーが、俺たちは大きくなった。おい。で、最後にですね、これでお前も好きになるということでコーナーをやりますので。一応詳細はそれぞれのコーナーの時に。はい、コーナーのね、冒頭であの説明しますので。発表していきたいなと思いますけども。はい、皆さんお楽しみに聞いてください。はい。じゃあ、そろそろじゃあ、CM を挟んで。CM 挟んでコーナーやっていきますか。コーナーやっていきたいと思います。皆さん、そのまま。そのままで、チャンネルはそのままでよろしくお願いしますCM です。はい、クーター進化の集まれワッター進化。めっちゃ緊張しますねわ、たくさんコメントも来てますよ。第一コーナーに突入あ、緊張してるようには見えない。濃いお二人さん、こんばんは。こんばんは。ゆうみなあっこさん、よろしくお願いします。今あのギャラリーのところにもね、あの若手芸人の仲間たちが遊びに来てるんですけども、本当に楽しいな。いやでも本当にだんだん緊張も解けて楽しくなってきましたね。あと20秒です。そうですね、じゃあ CM 開けたら新しいコーナーやっていきたいと思うんで。愛知県からありがとうございます。10秒前です。7、音量上がったかな。5秒前、4、3、2、1。最初のコーナーはワッター進化。最初のコーナーはなりきりゲスト。このコーナーはですね、知名度もタイムで、ゲストも呼べるはずのない僕たちが、いろいろ考えた結果、コンビの片方が架空のゲストになりきってトークをしようというコーナーです。まあ、我々な全然知名度もないんでゲスト呼べないんでね。で、本日1回目のゲスト、夢見るミュージシャンさんです。よろしくお願いします。夢見るミュージシャンさんに来ていただきました。夢見るミュージシャンさん、よろしく。すごい格好で現れてます。何これ、もう始まってんの。始まってます、始まってます。よろしくお願いします。どうも、夢見るミュージシャン、夢見るミュージシャンです。よろしくお願いします、はい、よろしくね。自己紹介の方すごいですね。オールバックで、まあ、サングラスで革ジャン。夢見てるから。夢見てたら、夢見てるからさ。そうなんですか。うん、そうなんだよねよろしくお願いします。夢見るミュージシャンさん、うん、よろしくな。お願いします。自己紹介お願いしていいですか。あー、最近さ、はいはい、すごい若白髪に困ってるんだよ44になるんだよ 44?、うん、若白髪じゃないですよ、ただの白髪ですよ。若白髪にさ、すごい悩んでんだよ。ただの白髪です、ただの白髪。44になるよ。44ですか、うん、俺夢見てっけど夢見てっけどか、意味わかんないですけどね、うん、そうなんだよな。さあ、あの夢見るミュージシャンさんということですけども、うん、まだ一応夢見てる途中なんで、売れては、ああ、全然売れてない、売れてないってことですね、うん、ね、だから誰も知らないわけですけども、メジャーデビューしてねえしまだ、うん、まあまあまあ、でもこんな ね、うん、ところに呼んでくれて本当サンキュー。あ、本当にすいません、うん、ありがとう。すっごい年、すごい。じゃあ、いろいろ質問していきたいなって思うんですけども。あ、質問、はい、うん、何でもいいよ、はい、よろしく。まず、まあ、見た目から分かっちゃうんですけど、うん、オールバックで、うんうん、サングラスで革ジャン、分かっちゃうんですけど、うん、ちょ、どんなジャンルの音楽をするのかなみたいな。あ、俺が、はい、ちょっと気になるんですよね。あ、俺はね、普段さ、うん、ゴスペルやってる。ゴスペル、うん、ゴスペルですか。ゴスペルやってるよ。え、そのテンションでですか。あのさ、はい、俺がさ、あの夢見るようになったきっかけさ。あ、きっかけあるんですか。きっかけ、あの天使にラブソングっていう映画を見てさありますね、あのゴールドバーグさん、はい、の演技を見てあま、まあ、俺も、まあ、ここがいや、ここってラジオなんですよ。ここがさハートがね、すごい響いたんだよ。そうなんですね、ゴスペルを聞いて
夢夢ちゃんさ、俺もやりてえなってさ。でゴスペルをやってらっしゃると。うん、ゴスペルやってるよ。じゃあなんでこの感じで食ってんのかな。ゴスペルやってる。じゃああの、うん、まあまあまあ、今バックでブルーハーツって音楽流れてるんですけど、ブルーハーツさんの、うんうん、やっぱじゃあ尊敬するミュージシャンとかも、うん、やっぱそういう系列の方なんですかね。ショパン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 ですか。やっぱさ。ショパンだよな。ショパンなんですか。俺ショパンのカノンが大好きなんだよ俺。合ってる。合ってるかな。カノン、うん、ショパンですかね。カノンってショパンで合ってる。わかんないですけど、うん、すいません。 すげえあのショパンに憧れててよ。あ、ショパンですか。似てるんだよなやっぱ。似て、全然似てないですよ。人のさ心をつかむ。ショパンオールバックじゃないですか。うん、ショパン。会ったことねえけど。会ったことないですよね。会ったことねえよ、うん、時代違うんで。ショパンだな。じゃあ自分の方からもちょっと、うん、気になる質問というか、うん、させていただいてもいいですか。いいよ。あ、そうですか。本当に、うん、どうぞどうぞ。好きな女性のタイプとか。あー、俺の好きな女性のタイプ、はい、聞きたいっすね。あの E ガールズの真ん中らへんのやつで。E ガールズの真ん中らへん。 E ガールズの真ん中らへんにいるあのシゲコってやつ。いないっすね多分。シゲコ。シゲコいないっすね。多分全員あれ英語で名前書くんで。あの高校の時のさ、すげえ可愛かったさ、シゲコにそっくりなんだよ。分からんよ。シゲコではないですから。E ガールズのさ真ん中らへん、真ん中らへんだと思うあれは。限りなくステージの映像を見てたんだけど、限りなくセンター付近でやってたな。いや、コメントでもシゲコって誰もピンときてないじゃないですか。シゲコ、あ、いねえか。いないっすよ。シゲコ。E ガールズにシゲコいない。E ガールズシゲコいねえの。実はですね、うん、あと夢見るミュージシャンさんに、うん、あのいろいろ質問したいという方もいらっしゃるんで。いんの？いますよ。あ、そう。はい。何？ちょっとリスナー。うんうん、リスナーというか、まあ、今日から聞き始めるんですけど、うん、何何方から一応質問あるということで。ちょうだい。いいですか、うん、ラジオネーム、うん、ドライバーキックさんから。ドライバーキック、はい、うん、一番得意な楽器は何ですか。あ、俺の一番得意な楽器ね、はい、ピアノタイル。ピアノタイル、うん、アプリですよね。携帯のピアノタイルっていうさ携帯のゲームのアプリがあるんだ。ゲームのアプリですよね、うん、俺すげえやってんだよね。ちょいちょいちょい。ショパンのカノンを。ショパンじゃないですか。うん、ショパンのカノン。最近さ、ハイスコア440。わかんない。全然わかんないです。ピンとこないです。440ってすごいんすか、うん、440。全然わかんない。すげえだろ。ピアノタイル。全然わかんないですけど、ね。うん。あと他にも。うん。あんの？ラジオネーム。うん。ミドリンゴさんから。ミドリンゴさん。今目標にしてることは何ですかって。あー、そうだね。俺の今目標にしてることでしょ。はい。そうだな、まあ、バイトだけじゃなくて、はい、あの音楽一本で飯食えるようになることかな。バイトしてんすか。うん、収録。収録、うん、収録でバイトしてるんすか。やってるやってる。え、本当ですか。うん、やってるよ。え、バイト、うん、え、何のバイトしてるんですか。予備校の講師やってるよ。予備校の講師。うん、東進ハイスクール予備校っていう。甲子園のですか。あれバイトなんすか、うん、やってんだよ。嘘でしょ。やってるやってる。そうでしょ。すげえ、すげえ、俺、おさむと仲いいんだよ。林おさむのこと、おさむって呼ばないでください。おさむのさ、今でしょってやつ。うん、あれ、俺が。何の嘘よ。あれ、俺が考えたんだよ。絶対嘘でしょ。うん、お前考え、おさむ。すいません。夢、あなた考えたわけないじゃないですか。お前って言った。すいません、本当に。19でしょ。怖いんで。四十四だから、俺。44のこと、四十四って言わないでください。うん、四十四だからさ、頼むよ。本当に。じゃあ、授業とか教えてるんですか。あ、教えてるよ。え、何の授業を教えてるんですか。ドイツ語だよ。ドイツ語。うん、ドイツ語。俺すげえフランツ・ベッケンバウアー好きなんだよ。あれ、フランツ・ベッケンバウアー知らないの。誰ですか。え、西ドイツ代表のセンターバックだよ。サッカー選手ですか。3,40 年前にバロンドール賞を取ったんだよ。知らないの。全然わかんないですね。フランツ・ベッケンバウアーが好きでさ、ドイツ語勉強してさ。待って、ドイツ語ってあんの。ドイツ語あるよ。ドイツ語で収録入れるんすか。あー、まあ入れてはいるよ。入れてはいる。ギリギリ。まあ授業は持ってないけどね。持ってないんかい。うん、やっぱみんな英語に走りがちなんだよ。いや、みんな英語でしょそれ。うん、みんなさ、なんでか知んないけどさ、英語に走りがちなんだよ。それは英語ですからね。イングリッシュオンザランだよ。全然意味わからん。イングリッシュオンザラン状態なんだよな。そろそろ帰ってもらおうかな。え、いや、嘘です。ないの？なんか、うん、新しい。ほう。あ、まだあと一個ありますね。何何？ラジオネームノーマンジュさんから。ノーマンジュ。はい。
あの金秀と三栄どっちがいいって聞いてます。あー何これ、もしかしてスーパーの質問スーパー、そうですね、スーパーの質問です、ね、俺スーパー行かねえんだよ。あ、行かないんすか。うん、俺スーパーあんま使わないんだよ。あ、じゃあどこのお店とか行くんですか。ユニオンだな。あ、スーパーっすね。ユニオン使ってんだよねユニオンスーパーっすね。うん、赤峰の赤峰のユニオン、うん、那覇市赤峰、宜野湾らへんじゃないんですか。うん、那覇市赤峰の俺ユニオン使ってんだよ。分かんないですよ多分、うん、あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあちょっと今日は、うん、今日来ていただいた理由がですね、うん、あの新しいアルバム出される、そう、72枚目のアルバム出される。 72? うん、あ、まあ事実上1枚目になるのかな。1やしファーストやし、うん、お家で作っては自分で廃盤にしてたからあ、自分で作って、うん、あ、なるほどね、72枚目になるか。72枚目。うん、じゃあアルバムのタイトルとか。アルバムのタイトル、君と交わした接吻は血の味がしたアルバムタイトル、ゴスペルでいいんですよね。ゴスペルだ、ゴスペルなんですよ、ね、ゴスペルやってっから俺ゴスペルやってんだよ。何ですか、もう一回お願いしていいですか。君と交わした接吻は血の味がした絶対ゴスペルじゃないですよね。ゴスペルやってっからさうん、何の嘘なんだろう。どんな歌なんですかこれ。そうだな、これもゴスペルなんですか。うん、これはインストゥルメタルだあ、インストゥルメンタル、うん、歌は入ってない、曲だけのやつ、曲だけのやつ。何曲、さ、何曲、はい、そう、今回さ、はい、この俺の72枚目のアルバム、はい、君と交わした接吻は血の味がした、全部で14曲なんだ。 14! めっちゃ入ってますね。14曲中、はい、12曲インストゥルメタルだインストゥルメタルって言い方もない。インストゥルメタル14曲中12曲がインストゥルメタルだから2曲は何ですか。2曲は賛美歌とゴスペル。あ、ゴスペル、うん、賛美歌ゴスペル、賛美歌とゴスペル、賛美歌ゴスペルと思っていただいて、うん、そうだよ。そうなんですか。そうなんだよなまあさ、一番聴いてほしい曲が、あ、おすすめの曲とかあるんですか。5曲目の、はいはい、ゲンゴロウのパイオニアっていう曲なんで。もう全然わかる。これタイトルはすごい温めてたんだよゲンゴロウのパイオニア。何年前ぐらいから。そうだな、先々週あたりぐらいから全然温めてないじゃん。温めてんだよな。冷えじゃないですか、うん、すごい俺昆虫好きなんだよ。あ、そうなんですか。うん、あ、昆虫が好きでさ、中でも俺ゲンゴロウが大好きで、ゲンゴロウが、ゲンゴロウのパイオニアって何なんだろうって俺なりに考えた曲を曲をインストゥルメタルで表現してっから。いや、あ、インストゥルメタルなんですかこれ。インストゥルメタルおすすめなのに。うん、インストゥルメタル、ゴスペル。いや、もう全然ブルーハーツ流したり、うん、ゴスペルって言ったり、うん、こんな格好したりして、うん、もう全然なんかもう渋滞してますよ、いろいろ。そうだな気づいてるか分かんねえけど俺あんま音楽分かんねえんだ分かんない、うん、まあまあ大体気づいてましたけど、ね、音楽俺あんま分かんない。大渋滞ですよもう本当に、うん、まあ昼の西原インターみたいになってますよ。ん？それ表現として合ってんの分かんないですけど。俺渋滞するんで、那覇の人間だからさ分かんないです。ちょっと分かんない。あ、ごめんなさい、ごめんな、すいません。まあこのアルバム、まあ俺の72枚目のアルバム、アルバム、君と、なんだっけ、君と交わした接吻は忘れんなよ、血の味がした、忘れんな、うん、なんだっけ。3200円。え、妥当だな、うん、3200円。値段も初回生産限定版にはさ、漏れなく耳かきがついてるからいらんわ、ぜひお買い求めしてほしいよ、うん、やっぱさ、音楽聴く前に撮ってからさ、こう耳かきで撮ってから聴いてほしいんで。いや、そうだろ、うん、耳かきながら音楽聴くのも、うん、初回生産限定版には耳かきついてるからそれで頼むよ。本当ですか。うん、よろしくな。 ありがとうございます。ありがとうな、今日は本当ありがとうな。違います。また来てよ。違います。俺が言うやつです、それ。あ、そう。はい。ゲストなんで。ああ、そうか。また来ていただけるとね。ああ、呼んでくれよ。嬉しいです。すげえ、今日はさ、いい時間だった。本当ですか。うん、44年生きててさ、はい、こんなに幸せを感じたの初めてだ。本当ですか。ああ。そんな褒めてくれます。すごい幸せだよ。ありがとうございます。君、名前なんて言うんだっけ。あ、荒垣勝利って言います。はい、ビクトリー。ビクトリー、ビクトリー、はい。あ、分かった。じゃあ俺もさ、はい、決めたよ。何ですか。次の曲のタイトル、はい、勝利の歌っていうのあります。ちょっとあります、ね、作って作るよ俺、勝利の歌。沖縄の有名な、うん、ディアマンテスさんっていうバンドが歌ってるんですけど。知ってるよ俺、ディアマンテス。知ってるんですか。うん、すごいリスペクトしてて、はい、あ、そうなんですか。ボーカルのさ、
あのなんだしなんアルアルマジログスクマ違います、アルマジログスクマさん俺すげえリスペクトしてる、アルベルトシロマです、あれグスクマって読まないんですよ、あシロマって読むの、シロマって読みます、グスクって読まねえのあれグスクって読まないです、そっかグスクマだと思ってた、グスクマだと浦添市の地名になっちゃう、アルマジロシロマアルマジロシロマ、じゃあアルマジロじゃないです、アルベルトシロマさん、アルベルト、はい、なんか昔のブラジル代表みたいな名前だな、アルベルト、わかんないですよ、ゼロベルトとかいたじゃん、わかんないです、ブラジル、ブラジル、サッカーやったらどんなんすか、んサッカーやったらどんなんすか、そうだな、さっきからサッカー詳しいっすね、うん、サッカー俺フランツ・ベッケンバウアーとゼロフランツ・ベッケンバウアーに俺憧れてドイツ語始めたからさ本当ですか、うん、いやもうほんと楽しかったよ、だいぶ脱線しましたけど、うん、また来てよ、じゃあそれ俺が言うやつですから、うん、また来てください、待ってっからさ、僕が待ってますから、ありがとうの今日はありがとうございました、うん、というわけでですね、本日のゲストはですね、うん、夢見るミュージシャンさんでした、うん、以上なりきりゲストでした、ありがとうな、クーター進化の集まれワッター進化、中に元氏入って中に、はい、中に若手芸人の元氏くんが入ってます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にうわあ緊張しますね、そうですね、これツイキャス今も流れてるんですよ、今も流れてるよ、ツイッターのいろいろ書き込みしてくれくださりありがとうございます、ありがとうございます、アルマジログスクマアルマジログスクマどの発想でアルマジログスクマが出てくるのって、いやありがたいですね20秒前です、全然今やから、はい、あ、 ありがたいな、マイク上げます、ありがたいですね、反応があるとやっぱりやりやすいですね、うん、もっと反応していただきたいありがとうございます、本当に嬉しいです、すいません、ただの自己満足だったんですけど、こんなに反応していただき本当にありがとうございます、あ、CM 開けます、はい、集まれワッター進化、続いてのコーナーはやりましょう、俺たちは大きくなった、行きましょうか、じゃあこのコーナー、はい、あのですね、このコーナーは満19歳である我々2人、はい、今年20歳を迎え大人になろうとしている我々2人の俺も大きくなったなっていうエピソードを紹介するコーナーとなっております、コーナーでございます、はい、もう二十歳ですからね、そうですね、だからこう大きくなったなって思った場面はいくつかあると思いますんで、ですよ、もう9月に二十歳、そっか、勝利はもう9月に二十歳、港は10月ですけど、これは10月に20歳、9月17日に二十歳になるんで、ああ、はい、よろしくお願いします、じゃあ僕も10月30日にねあのマラドーナと同じ誕生日、いや、わからん、俺石川遼と同じ誕生日ですよ、マラドーナだよよく張り合えたの、いや全然張り合えるだろ、まあまあ石川遼さんも、石川遼さんもすごい方ですから、いやだからそうですよ、うん、大きくなったなってエピソードはい紹介していきたいな、していきましょうか、うん、じゃあ僕からいいですか、あ、いいよ、俺が最近大人に、俺って大人になったなって思ったのは、はいはい、港が俺最近刺身食べれるようになったわけちょくちょく言ってんの、食べれなかったの刺身、俺さ、え、生物ちょっと苦手だったんだけど、あ、本当に刺身食べれるようになりました俺、うわぁ刺身苦手だったんだ、うわ食べれた、いや全然食べれてる、あんな美味しいの、いつから、いやもう全然ちっちゃい時、俺生まれた時最初に食べたの刺身じゃない、本当にいやいやいいわよ、嘘です、いや嘘だろ、いやなんかさ、はい、いや今まで挑戦したけどやっぱダメだったわけ、うん、ずっと、あ、マジで、うん、で、はい、あの先週、うん、先週っすよね、先々週ぐらいかな、6月にお笑い米軍基地っていう僕たち FEC がやってる舞台があって、あ、はい、先週の日曜日にあの全体でね、うん、FEC の全体であの打ち上げがあったじゃないですか、はい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 、打ち上げの時にこの打ち上げの居酒屋でめっちゃいい、なんかすごく豪華なあったね、刺身が盛り付けが来たでしょ、うんうんうん、来てた来てた、あの苦手だけどでも美味しそうだなと思って、めっちゃ美味しそうに盛ってあったからね、ね、うん、でまかんでいいのにいろいろ巻いてあったりとかね、だから関が勝利もいたし、うん、はいはい、ゴールドリードの元氏とかもいて、うんうん、いや刺身食べれないって損してるよお前みたいな、ああ言ったね、確かに苦手だけどでも美味しそうなんだよなと思って、うん、そこで挑戦しました、マグロ、うん、マグロ美味しかった、美味しかった、なんか今まで食べた刺身と違ったんだよ、ああやっぱ、で質が
うん、サーモンも食べたぞ。サーモン食べてんの。サーモンも美味しかった。サーモン美味しかったね。うん、質が違うんじゃない。なんだろうな、全然違ったの。うわー、美味しかった。これ刺身食えるよ。これでいやでも分からんよ、他の刺身分からんよもう。そうなんだよ、だから別の時に銀の皿っていう居酒屋行ったんですけど、うん、刺身次食べて大丈夫かなって思う。あ、言って銀の皿じゃないのどこだっけ、なん、あ、銀次みたいな。銀次だ、目利きの銀次。目利きの銀次、先生、銀の皿は違います。しんどしん、しんどしんの目利きの銀次皆さん行ってみてください。すごいいい刺身が、すごい美味しい刺身食べれます、ね、思います。港が克服できるようになった、はあ、俺が食べれるようになったんですよ、刺身。相当だ、うん、どうですか、勝利は。俺も大人になったエピソードありますよ。ある、うん、あのさ、うん、サスペンスドラマってあるさ、うん、火曜の昼とかにやってるやつ、まあ、水曜、水曜サスペンスドラマやってるね、うん、やってるやつあるさ、うん、あれの殺人事件、大体殺人事件起きるさね、うん、うん、あれの殺人事件のシーンで、はいはいはい、結構女優の方とかが、うん、あのやっぱ殺されちゃうとかいうシーン、刺されてね、刺されて、うんうん、殺されちゃう、まあ、サスペンスだから、うん、あの俺本当に死んだと思っててずっとあ、ドラマとかね、ドラマとかじゃなくて本当に殺されたと思ってて、で次の週ぐらいのバラエティ番組にこの人出てて、はい、うわ幽霊出てる嘘だろ本当に本当に本当に、で一応殺した人もバラエティとか出てたら、これあれだよ、もう殺人鬼だ、リアルにや現場放送してるってお前カメラマン止めれって話いや分からんからカメラマンとか、え、なんだろう、これいつ知ったの。一応でも、うん、高学年になり始めた頃からえ、小5とか小5くらいで6ぐらいだ、分かったってこと。分かったね。え、そうなのうん、いや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 これ嘘だろ。いや、ほんとほんとほんと、どんだけや、いい、なんかとってもピュアだこれ。ピュアだから、ほんとピュアすぎる、言うね、言うね、ピュアだからすごいな、うん、あ、そうですか、ほんとに。他ある、他あと1個あって、うん、あの夢にウルトラマンが出てこなくなったなんとなくでもよ、分かるだ、なんとなくでもそれはちょっと大きくなったな。なった感じする。お前、俺未だに出るまだガキやしよ。出る出る。ウルトラマン、そうだね。夢にヒーローとかやっぱ出てくる。出てくる。自分で変身したりするもん。あ、するするする、うん。俺なんか一応ライダーだから。あ、仮面ライダー？原付き俺乗ってるから。違う、原付きはもう仮面ライダーじゃないって本当に。謝って。お前原付きに失礼だよ。違う。原付きは認めないよ。まあ。原動付き自転車だからね、あれ。やめてほんとに。いや、あのさ、うんうん、いや夢でちょっと思い出したんだけど、うんうん、あのうちの FEC の、 あの社長いるじゃないですか。はいはい、いますね、山城智司さん。僕のおじさんですけど、あの、うん、ね、これ山城智司がね、うん、最近俺の夢で、うん、星野源を叱りに行くっていう意味不明な夢を見たんだよ。どんな、どういうことかな、どんな夢。うちの社長があの星野源を叱りに行くっていう。帰り討ちに会うでしょ失礼ですけどこの南の島の小さな沖縄のお笑い団体のね、本当にが、もう、うん、あのエンターテイナー、テイナー星野源をなぜ叱りに行くのかっていう話ですけどあ、おかしいですね。ここで、うん、メッセージが来てます、ね、メール来てますね。ラジオネームはないんですけど、はい、港誕生日おめでとうって来てますけど、まだですね、まだですあの10月の30日、まだ30日ですよ。なんで、あの20歳になるって話をしてしまったせいですかね。そうですかね、はい、あの僕10月30日ですので、うん、はい、一応でも羨ましいのはちょっと9月17日なんです。彼は9月17日なんですけど、送っていただいても大丈夫です。じゃあ、あれをツイッターにもおめでとうって来てるの、黒柴さんですかね。本当に黒紫さんねえ、全然一応誕生日じゃないですからね。黒紫さんから来てますか、はい、本当にお願いしますよ。あと、うん、何ですか、リスナーの方からも、あ、いくつか、そうですね、今来てる、僕たちが大きくなったなっていう、ね、エピソード紹介してますけど、お願いしますって言ったら、この番組を聞いてくださってる皆さんの、エピソードもよかったら、他人のエピソードでもいいんで、あ、いいですよ、自分の身の回りの、家族の成長エピソードでもいいし、自分自身 の、 成長エピソードでもいいので、はい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 、よかったら番組で紹介しますので、うんうん、ツイッターとかメールとか、はいはいはい、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいですけども、はい、僕の方に来てるんですよ、お3名ぐらい。
来てる。大人になったエピソード。あ、来てるの、はい、はい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 。ラジオネームキーポンさんから。キーポン、はい。あの、小さい時から見ていたアニメの登場人物が、うん、自分より年下になっていく。あ、これ大人になったなって感じ。大人になってる。あのさ、サザエさんのワカメちゃんが年下になってる、うん、あ、そういうことね。はいはいはい、うん、そうだ。あの、だからまあアニメとかもそうだけど、うん、アイドルとかも同級生とかだからよ、年下とかも増えてきてるさ。やばいよね。プラスあとは代表とか、日本代表の選手とか、ね、若い選だから俺、うん、サッカー好きなんだけど、はいはいはい、サッカーの雑誌とか、うん、まあ、番組とか見ると、うん、普通にあれだからね、海外は、うん、俺なんかの年下とかがもう、代表国背負って戦ってたりするから。すごいね、デイジすごいなって思いましたもん、うん、全然違うよ、ね、やばいね。あとキーポンさん、あと1個来てて、おう、駄菓子屋で値段見ずに買い物できるようになったのこれいつ頃ね、これ高校卒業一応、まあ、そうかそうですよね、もうあれいいよな、あのこのお菓子ぐらいは普通にね、やってましたよやってましたよみたいな。確かにね、あるね。あとですね、うん、ラジオネーム、うん、シャケナベイベイさんから。シャケナベイベイさん、失恋したそうです大人になったみたいです大人になったな一つ確かに、確かに間違ってはないよ。で、そのぽっかり空いた穴を埋めるために、うん、可愛い子紹介してほしいっていろんな人に聞いて狙ってるみたいです。あー、なるほどね。まあこれもあれですよねまあ一部の成長ですよ ね、 これね、この空いた穴をさらに女で埋めるっていうのね、この大人の男の確かにだと思いますね本当ですよね、それはあるなありますね、うんうん、他ありますか。他あと1個だけ、うん、友達からの飲みの誘いとかを断れるみたいな。あ、遊びの誘いとかを断れるようになったみたいな。なるほどね。なんかやっぱり先輩とかとこうバイト、うん、俺なんか まだ一応19歳で未成年なんですけど、こう大学入ってバイトとかね、うん、始めるとやっぱり先輩とかからそういうお誘いとかもね、いけるんだけど、だから俺なんかも操作だから。だからな。FEC 打ち上げがあるじゃないですか。ありますね。高校の時までは打ち上げだって10時までしか入れなかった。そうだよ。俺なんか。今10時以降も万内。大丈夫だから。大丈夫だからね。あとさ、俺思ったんだけど、車の免許。うんうんうん。取った時は俺デージ大人になったなって思う。うわー、もう行動範囲が変わるからね。うん。全然。こう自分の足で、自分の力で。うんうんうん。ここ FM 沖縄もそうだけど、そうだよ、世界が相当広くなって大人になったなって思ったね。宜野湾なんて簡単に来れるもんじゃなかったね。簡単に来れるもんじゃないよ、那覇出身だったら。めっちゃ俺チャリこいで海まで行ってたよ、宜野湾の。あ、本当に中2とかの時、うん、あとツイッター、はい、サエさん、サエさんから。大人になったエピソードは20歳になってバーへよく行くようになった。バーおしゃれだですね。おしゃれ、もうだから俺バーはほとんど行ったことないけどね。俺なんかね、一応だからまだ未成年なんで、うん、お酒飲めないので、はいはいはい、だから一応少しずつ解禁されていくさ。だからそうそうそう、10時以降夜外に出ていいっていう18歳、うんうん、高校卒業して出て、はいはい、で俺なんかもう大学入って19でも今年20歳になるから、うん、またこれからなんか大人になったっていうエピソード増えていくあるかもしれない。あるさ、うん、なんだっけ、うん、もう二十歳になったらそういえばさ、うん、お酒飲めるさ、俺ら飲めるよ、飲めるさ、ね、飲める飲める、ガンガン飲める、ガンガン飲めるさ、ね、うん、でも飲みすぎは注意しないといけないなって思ったのがあって、うん、うち飲みすぎは先輩が、はいはい、飲みすぎて、うん、全然結構ネクラな方なんだけど、あ、飲んだら陽気になる方で、はいはい、3回転ジャンプとか言ってジャンプしまくってたらスマホバッキバキになったみたいな。あれですよね、ダメな大人ですよねそれが今しめになるから先輩たちは体を張って大人になるなって教えてくれてる。 ありがたいな。そうだよ、FEC の先輩方そんな人ばっかりだよ失礼だけどね、名前も出せないですけど出せない、ね、ゴリラコーポレーションの方で言うな言うな言うな本当に言ったらダメだからめっちゃいろいろ片付けたからね何かは言わないけど、うん、いろいろ片付けたね。だからサエさんね、バーに行ったっていうツイートを紹介しましたので、うんうんうん、ね、このツイキャス動画を見てる方のエピソードもそうですし、はいはいはい、大人になったなとか、うん、なんか大人になってこういう場面でこういうなんか難しい場面に出くわした時、大人としてのなんか対処とかね、
あーそれも教えてほしい、ね、なんか大人としての教訓とかも教えていただけるガンガン僕たちに教えてくれると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。あ他人のもそうだ よ応募してるさ。うんうんしてる。俺弟があそうだね身の回りの家族の成長エピソードとかでもいいね。最近、うん、弟身長抜かれ始めてきててあー弟に4歳下なんだけど。はいはい。あ、4歳下ってことなんね。今高校1年生。あー高校1年生めっちゃ嫌だわ今日身長がこされてきてる。うんでも顔俺の半分ぐらいしかないわけさ大きさ顔がちっちゃくてめっちゃ嫌だ。顔がちっちゃくて身長高いってイケメンやし。もこみち。ああイケメン、うん、そっかもう。あ俺勝利の弟中学かそんぐらいの時見たことあるけどさ、うん、もう高校1年でもう身長今何センチ勝利。今俺176ぐらい。あでも170になってきてるってわけでしょ。そう弟がすごいな。もうもこみちになってきてる。もこ弟が、うん、弟がモコミチになってます。モコミーぐらい。モコミー勝利の弟が。あとチーだけなんだよないややばい、うん、だからいいね。でもいいと思う。いや嬉しいけどさ家族の成長もね感じるっていうのは嬉しいけど俺嫌、うん、だな、うん、ちょっと一緒に歩けないなっていう歩けよ。あります、ね、兄弟仲良く歩けよ、皆さん、まあ、こんな感じでですね、はい、僕たちも毎週最近のね、最近とかまあ今までの、うん、なんか成長したなってエピソードを紹介していきますので、ありますね、ぜひぜひ皆さんも参加してください。よろしくお願いします。以上、俺たちは大きくなったでした。楽しかったね。ええ、お前顔濃いな。は？いやもう濃いだろ。は？あいつも顔濃いな。本当だ、あいつも顔濃い。集まれ！ワッター進化。続いてのコーナーはこれでお前も好きになる。よっしゃー始まりますよ。このコーナーはコンビの片方が好きなものをもう片方に熱くプレゼントし、好きなものをプレゼントじゃないですよ。プレゼント、ね、すいません、もう一回お願いします。ものはこのコーナーはですね、うん、コンビの片方が、うん、自分が大好きなものをもう片方に熱くプレゼンして、うん、はい、そうです。無理やり好きになってもらうっていうコーナーです。で、はい、コーナーの最後にプレゼンされた側は好きになったかどうか、うん、プレゼンされた側が好きになってもらったら合格みたいな。なるほどね。ということで、はい、まあ今日はですね、今日は港から勝利へ、勝利に僕に自分が好きなものを、はい、ね、押し付けるっていう。押し付ける。まあそうですね、分かりやすく言うとエゴの強要です。はい、そうですね、僕のエゴを無理やり好きになってもらおうと、はい、まあ、勝利もそうですけど聞いてるご覧になってる皆さんにも好きになってもらえますように頑張ります。そうですよ、皆さん好きになってくれたら合格ですから。これラジオ聞いてる方はもう分かると思うんですけど、うん、今バックで BGM で、うん、機動戦士ガンダムの流れてます、ね、飛べガンダムっていう歌が流れてるんですけど僕ガンダムが好きでして、はいはい、今日はその中から、うん、ガンダムのキャラクターシャーアズナブルをプレゼンしたいと思います。シャーアズナブル、はい、もう皆さんね、知ってるよって言ってると思うんですけど、分からん分からん分からん。シャーアズナブル、もうほらコメントでガンダムってガンダムすら知らない人いるさガンダムは分かるでしょ。アムロとかアムロ行きますとか分かるでしょ。シャーアズナブルをね今日ちょっと熱く語ろうかなと。あ、本当ですか。勝利にプレゼンしようかなと知ってるよって聞いてるでしょ。知ってるみたい。知ってるよガンダムは。ガンダム知ってますよね。ナイトオリックさんすいませんね、ガンダムは知ってますよ。ごめんなさい。いや、そう、シャーをね、はい、プレゼンします。はい、そうそうそう、今黒紫さんがツイートで出してるんですけど、うん、赤くて3倍なんですよね。赤くて3倍。いやもうだからシャーって誰、まずちょっとね、うん、赤い彗星っていう異名でシャーは有名なんですけど、うん、赤い彗星のシャー。赤い彗星のシャー、うん、さ、うん、聞いたことあるな、赤い彗星っていうのは。シャー、ちょっと生い立ちを説明していいですか。シャーさんの生い立ちを、まあ、このガンダムっていうアニメが地球連邦軍っていう政府軍と、うんうん、ジオン公国軍っていう軍の戦争の話なんだけど、うん、あ、ちょっと待って、唯一知ってるキャラクターがアムロなんだけど、うん、アムロでしょ。アムロはどこ。説明しよう。説明してください。未来の話なんだよ設定は。あ、ガンダムは地球に人口が増えすぎて、うん、地球にこれ住めねえなっつって、はいはい、じゃあ宇宙に移民しましょうと、うんうん、宇宙にコロニーを作るわけです。おお、コロニーっていう住む場所みたいな、うん、住む場所、はいはいはい、人工地球的なね。ああすごいね。だサイド1っていうコロニーから、はいはい、サイド1サイド2サイド3サイド4っていろいろあって。4つあるんだ、うん、まあこのコロニーが一つの国って把握してもらえればいいですかね。
あこのコロニーが一つの国であり、うん、地球を含めた全てが地球連邦っていう政府、あ要はあのイギリスみたいな感じ。なるほどね。地球連邦政府がイギリスでイギリスも4つの国から成り立ってるでしょ。あでいろんなコロニーで地球政府が成り立ってるみたいな。頭使うな、うん、頭使うんですけど頭使うな。でこのサイド3が、うんはいはいはい、まあ、コロニーいろいろいっぱいある中のサイド3っていうコロニーはジオン公国っていう名前を名乗っておりまして、ジオン公国、はい、そのジオン公国のアガヤーが、アガヤー、アガヤーっていうのは偉い人が、頂点の人ですね。ジオンズム大君っていう人なんだけど、ジオンズム大君、このジオンズム大君の長男なんですよ長男、シャアは、シャア、うんうんうん、あの息子なんですね。シャアアズナブルは一番偉い人の息子なんですね。でこのシャアアズナブル、うん、偽名です。あ偽名なんだ。本名じゃないの。あなんで偽名を。あの本名キャスバル・レム大君って言うんですよ。あ大君っていう名字の、うん、キャスバル・レム大君って言うんですけど会計家系なんですね。このジオンズム大君の長男で、うん、まあ、キャスバル・レム大君って言うんですけどこのお父さんジオンが暗殺されてしまうんですよ、うん、うわデギンソド・ザビにあってカタカナが多いな。ザビ家がカタカナがザビ家に、うん、こうザビ家にやられるわけですよ。ジオンがやられちゃうんだ。暗殺されてもうダメだと、はいはいはい、ジオンのままじゃダメだと、うん、いやもう俺がジオン公国を名乗って、うん、独立すると、はいはいはい、地球連邦政府から独立するとジオン公国軍サイド3は、はいはいはい、なるほどね。で独立戦争を仕掛けるわけですよ地球連邦に。あもう俺は独立するぞ。だからある意味、うん、サイド3ジオン公国 VS もう他のコロニーも含めた地球連邦のもう戦争になるわけ。はい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 。だからアムーロも平凡一般市民だったんだけど、あ一般市民なの。ひょんな出来事でガンダムに乗ってもパイロットになったんですけど、これシャアですよ。だからそうなんだ。シャアはだから親父を殺されてるわけよ。あそうなの。ザビ家。あそっかそっか、そうだったね。そういうことか。ジオン公国軍の、うん、だ総帥が、うん、このデギンソドザビって言ってまたワラバーがザビ家、ザビ家のワラバーがまたいっぱいいるわけよ。子供がね、うん、子供がいっぱいいるんだ。いっぱいいてさ、うん、この復讐を始めるわけ。シャア、シャアが復讐をするために、うん、あえてこの軍に入って、自分の軍に、ジオン公国軍に入って、はいはいはい、でキャスバルレム大君っていう名前だとバレるでしょ、うん、大君だから名前がね。ジオンの息子って言って、あこれ息子だから 殺されるからって言って、うんうんうん、名前を変えてシャーズナブルって名前に変えて、うん、地球連邦と戦いつつ、うん、そばにいるザビ家に復讐をする機会を伺うっていう、うわシャアで、このシャアよ、すごいな。いやもう聞いて、このシャア、うん、19歳です。 19? 俺なんかと一緒。19歳にして菊の水飲めないの。19歳にして、うん、飲めない。19歳にして、うん、ザクで、うん、ルーム戦役にて、うん、地球連邦の戦艦5隻沈めてますすごいすごい。あすごいだろ。じゃあなんかのザク、お前だからザクって何。お前わかる、これあれだよ、 BB 弾で飛行機5機しいや嘘でしょ。俺なんかが嘘でしょ。これと一緒だよ。俺がシャアは同じ時期にやってるわけ俺が空気中で飛行機5機、うん、空気中で飛んでる飛行機を5機落とすぐらいの。すごいな。だからあのあれよ、バイトのお金でプリウス5台買うみたいな、新車のプリウスどんどん分かんなくなぐらいすごいんですよシャアシャアすごいよ、うん、でさ、うん、シャアよ若いくせに、うん、いちいちセリフが臭いわけよ。あーなるほどね、うん、かっこいいこと言うんだ。このさ、だからガンダムと戦う前によ、うん、このザク、シャア専用ザク、赤いザクに乗って出撃するとき、うん、言うわけですよ。お見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやら。おお19歳よまあ喋り方すらも硬いし、ね、お前こんなってさ言う機会ある。これ例えばどういう感じの。だから今大学生やし、俺大学生だね。例えばテストの日に見せてもらおうか、この教科の先生の作ったテストとやらを。もう受ける側なのにテストを。ちょっと上から。あ、ちょっとじゃあお前どんなテスト出すか、教授のテストじゃあちょっと僕解いてみますよ。解いてみましょうかみたいな感じだからね。すご。うん。でもう一つよ、うん。若者らしくないセリフがあるんですけど。まだ。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。どうで若いって言ってるから。すごいな、自分自身の若さゆえの過ち。もう悟り開いてるぞ。そう
分からんし、俺なんか今過ち犯してることとか。今過ち犯してもね。だから分からないよ。もうだからもうね、使って。うん、この言葉を、うん。シャアみたいに。うん、なんだっけ。エリートだっけ。二個目なんだった。だからなんか自分が失敗犯すだろ。失敗犯すな。うん、例えばなんか交通違反とかなった時とかに認めたくないものだな。うんうん、自分自身の若さゆえの過ちというものをってお前。言ったらよ、警察官に。俺警察だったらそんなやつ罰を重くするからさ。もう言えばいいばよ。一応5万でいいの、10万ぐらい取るからさ。そうそう、あのツイッターね、いろいろありますけど。ありますけどね。黒紫さん坊やだからさ、これもあのシャアのセリフなんですけど。ああ、どういうこと。19歳が、うん、同級生の19歳に向かって、うん、坊やだからさって言ってたと思うんだけど。俺が勝利にみたいなさ。そうそうそう、全然あの中身が子供じゃないんだ。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。あの平の神様さん、うん、ツイートしてありますけど、あの連邦軍だ、アムロなんか一般平民って言ってたでしょ、うん、一般市民が戦争に駆り出されて、連邦軍のこのホワイトベースっていう、ホワイトベース隊っていうんだけど、このアムロなんか、うんうん、ホワイトベース隊はみんな一般市民、民間人で軍を組織して、え、うん、多分ブライト艦長、この船なんだけど、ホワイトベースって戦艦なんだけど、うん、戦艦の艦長も下手したら俺なんかと同じぐらい、19歳が艦長。 19? うん、ブライトさん、菊の露飲めないんだ、うん、ブライトさんだからあれだよ。アムロが16歳だからね、うん、高校1年生のアムロ。 16? で、ブライトさん3つ下のアムロにビンタして、うん、殴られないで大きくなるやつがいるかみたいなこと言うからね、19歳のくせに。年代がもうおかしいね。そうそうそう、あのすごいね。ね、あんまり言っちゃダメなんですけど、バカなんですよね。設定は言うな。そうそう、ブライトさんも未成年なんですよ。へえ、みんな未成年なんだ。はい、まあ、じゃあ打ち上げとかどうすんのかな。打ち上げしないよ。戦時中道や、勝ちましたみたいな。一年戦争中道。やめろお前、お前塩がないって困ってるから。あ、ガンダム塩ないって、塩がないって、あのホワイトベースのコックさん困ってるから。すごい。まああの今日はですね、まあ、僕から勝利に、はい、シャア・アズナブルをプレゼンしましたけど。ありがとうございました。どうでしょうか、勝利、シャア・アズナブル、うん、どうですか。いやー、でもちょっと興味は出たよね。出るでしょ、うん、ガンダム見てみようかなってなるよね。ちょっとさ、面白い、俺もおじさんの影響で見たんだけど。あ、本当に面白いからちょっと見てみて。じゃあぜひ、うん、ガンダムこれ聞いてね、はい、ガンダムに興味持った人もぜひ見てみてください。よろしくお願いしますよ、はい、はい、来週はね、僕が、うん、プレゼンしますんで、勝利が僕にぜひやります。聞いてください。来週もお楽しみにしてください。というわけで以上、これでお前も好きになるでした。ワッター進化の集まれ、ワッター進化。はい、というわけでですね、エンディングです。もうついにエンディングです。早いっすね。ありがとうございます。もうちょっと付き合ってください、はい、なんとですね、メールがいっぱい来てます。いっぱい来てます、ね、ありがたいことに。ちょっと呼んでみましょう、ラジオネーム沖縄大好きさん、はい、港くん、勝利くん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初メール初拝聴、はい、そうですね、今日からなんで。よろしくお願いします。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです、はい、リスナーさんのツイッターのつぶやきで知ってメールしました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。これからも聞いてください。よろしくお願いしますね。はい、またメッセージ来てるんですけど。誰ですかね、これ。港、もっと面白くメール読んで。勝利合格おめでとう。ありがとうございます。なんか合格したお前。那覇国最高校ですかね。おかしいでしょこれ。分かりましたよ、うん、こんなアドレス見たことないっていうアドレス名で、うん、誰か分かったんですけど、はい、パーラダイスアラネのアキラさんですね。アキラさんね、これ多分。こんなアドレス、先輩がこんなふざけたメールやってるわけ。さっきのやつはですね、俺なんかの初めてのこのあれに。さっきですね。やめてくれる。あ、うん、あと誰ですかこれ。あ、ローズさん。メールローズさん、はい、ラジオネームローズさん、ローズさん、こんばんは。小さい時、うん、販売機にお礼を入れてジュースを買ったら、お札、お札、お小さい時、うん、販売機にお札を入れてジュースを買ったら、うん、小銭が増えるからお金持ちになれると思ってました。あー、世界中のみんなが販売機でジュース買えば平和になるのにとか考えてました。うわー、かわいい。なるほどね、ちっちゃい時のエピソード。ローズさん、先ほどね、俺たちは大きくなったっていうコーナーで、うん、成長
ね、成長感じたとかエピソードを紹介したんですけど、 その時のやつですね。そうですね、いい、かわいいですね。小銭増えたらお金持ち、なんとなくわかるけどね、うん、だこういうメッセージとかぜひぜひ、ありがとうございます、送ってくれるとありがたいですので、はい、よろしくお願いしますね。まあいろいろメッセージしてますけど、はい、あ、またちょっとね、はい、同じなんですけど、うん、なんでしょうか、沖縄大好きさんから来てますね、はい、ツイッターでも、はい、沖縄大好きさん来てたんですけど、はい、勝利、はい、何ですか、これ沖縄大好きさんですよね、はい、質問来てますよ、沖縄勝利に、フェアリンチュさん、うん、はい、フェアリンチュさんですか、はい、何ですか、勝利君に質問、はい、質問、勝利君はコンビで活動してますか、実はですね、あ、今ですか、してましたかってことかな、ね、軽くいいんじゃないですか、いいですか、説明し、僕してたんですよ、実は昔、ね、インパクトっていうコンビで高校生の時にね、やっててちょくちょくアマチュアで、ね、俺と組む前にやってまして、はい、まあ、僕はニライカナイっていうコンビでやってましたね、やってて、うん、で今お互いね、そう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 、やってました、はい、でそうですね、いろいろ、まあ、僕はちょっと音楽性の違いで解散しまして音楽で解散したのあれ、うん、俺ユニコーン好きだけどあいつガクト好きっていうから、うん、それでそれでちょっと解散して、うわーきつ、俺もユニコーン好きならんといけないな、で去年まあ奥田民生としてソロで僕お笑いやってたんですけど、はいはいじゃないだろ奥田民生としてって言ってるでしょ、奥田民生としてはやってないよもうねえ、でまあボケが雑え、勝利とねコンビ組んで、うん、やってますんで、うん、ね、今後クーター進化っていうコンビでやっていきますので、はい、皆さんよろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします、はい、まあもうエンディングなんで時間もそろそろなんですけど、告知、まあ、しときます、そうですね、月曜日だから FEC チューン動が今日から始まりましたので、はい、まあ、改めて紹介しておきましょうよ、はい、まあ、月曜日が我々クーター進化ございますとして、はい、月曜日担当しまして、明日は大平スタイルというコンビが担当します。月曜日から金曜日、この11時から12時までの1時間はですね、FEC の若手芸人がこう1時間おしゃべりしますので、皆さんよろしくお願いしますね。ぜひ僕たちもそうですけど、来週も聞いてほしいんですけど、まあこの FEC チューンドというね、うん、1週間の枠としてこの番組楽しんでくれたらなと思います。本当にね、その通りだと思います。はい、よろしくお願いしますね。やっぱり急に下手くそなって。いいんだよ、下手くそで。下手くそでいいんですよ。はい、どうしよう、ね。ありがとうございます。やっていきましょうね。もうやっていきたいと思いますよ。うん、でも、まあ、今日、あれですよ。月曜日の、うん、最後を俺たちでくくってくれたっていう、はいはい、ね、聞いてる方々はありがたいよね。ありがたいですね、まあ、本当にすいません、自己満足のおしゃべりですけどシャアだったり本当にねなりきりゲストだったり本当に申し訳ないです。やりたいことやったばっか、はい、やりたいことやっただけなんですけど、ぜひともね、うん、来週も楽しんで、はい、楽しみにしてくれるとありがたいですので、来週はもっと面白くなってますよ、きっと。そうですよ、うん、僕たちあれですよ、ピンチな時ほど面白くなりますのでね、うん、サイヤ人と同じですので、僕たち、うん、サイヤ人ですから、サイヤ人です、ね、よろしくお願いします。はい、じゃあというわけで、ね、もうお時間もね来ました、来ているというの、はい、ことで、明日の FEC チューン動は改めまして大平スタイルが担当します。ぜひ明日も聞いてください。そして、はい、来週我々月曜日のクーター進化の集まれワッター進化もよろしくお願いします。以上、クーター進化の集まれワッター進化でした。ありがとうございました。ザース。店長がツイッターとメール読む。